こんにちは、体操の先生です。今日は那智の滝にやってまいりました。こんな遠くから見ても凄さが伝わってきますね。栃木県の華厳の滝、茨城県の袋田の滝、そして和歌山県のこの那智の滝が日本三名瀑と呼ばれています。ということは関西で見れるのはこの那智の滝だけということになります。那智の滝は熊野那智大社の中にあって、滝そのものが神社の御神体として祀られているため、きっと御利益もあると思います。それでは那智の滝に向かいましょう。さあ到着しました。玉城神社に比べたらめっちゃ近かったな。さあそれでは那智の滝まで3、2、1、どうぞ。Thank you.